2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本史から世界一になった浜岩先生です。渋谷の期間でちょっとねまた打ってみました。試験投資でライブ投資ですね。手入力ですね。で指示がこちらのインジケーターになってます。時間は12時34分、11月14日ですね。こちらのシグナルがユーロ JPY で左下ですね。これからシグナルが出ました。まあ言うなれば2コア演算のインジケーターですね。勝率は 79%、 14回シグナルが出てます。こちらですけど、もう水曜日ですからね、14日水曜日夜中の0時35分ですね。寝てるところ寝ようと思って飛び起きました。まあ休憩中、少額のね、1000円ずつの投資の試験投資です。
2本打ったんだけども1本ずつ打つのは本当ですね。しかしまあでこちらですね、こういうインジケーターの方がいいのかな。勝率が出るということが一番いいですね。それと平均ピップスですね、稼ぎのね、これが出ることによって分かりやすいんでしょうね。まあそういうことですね。どうもありがとうございました。